私は今回の選挙戦絶対に負けるわけにはいきません。なぜならば守らなければいけないものがたくさんあるからです。やっぱり一番大きいのはこの山形のふるさと、そしてこの地域社会、この形を壊すようなことはあってはならないと思います。今のこのふるさとの姿というのは昨日今日できたものではありません。もう長い歴史を経て、いろんな苦労を経て、ようやくここ東北の寒冷の地にもお米作りが定着をして、飢饉を経験したり、場合によっては娘を売らなければいけないという苦い経験を繰り返して、ようやく今この東北の地に稲作が根付いて、そして稲作文化と地域社会ができてきた、この長い歴史と文化を今ここで私たちが終わりにするわけにはいかないと思うんです。これを次の世代につなぐことが我々今の現役世代の大きな責任だと思います。そしてこのことを実現するために、絶対にやってはいけない、進めてはいけないこと、これがたくさん今横たわっていると思います。その一つが TPP であります。今日は農協の皆さんも多くいらっしゃると思いますけれども、そうでない方もたくさんいらっしゃいます。 TPP の問題、よく農業問題だと言われます。でも私は農業問題ではないと思っています。確かに TPP に入って関税がなくなれば農業への打撃は計り知れません。農業がなくなればそこに生活の拠点を置く農家の皆さんがそこで生活できなくなる、人がいなくなる、集落がなくなる、地域がなくなる、お祭りもなくなる。農業生産に伴って果たしていた水を蓄える、多分今回非常に大雨で冠水被害もありましたけれども、もしこれ農地がなければもっともっと大変な被害になったと思います。農地があって森林があって、そこに水を蓄えているからこそ、なんとかこの被害で済んでるんです。同じ雨が都会で降ったらどうなるのか、一気に多くの家屋が避難勧告になっていると思います。この水を蓄えるという役割、空気をきれいにする役割、緑を守る役割、農業がなくなればこの役割さえも全部なくなってしまう、地域社会がなくなってしまうんです。私は単に産業としての農業がなくなるという問題ではないと思います。さらに言えば、先ほど阿部組合長から詳しくお話がありましたけれども、日本固有の制度が全部塗り替えられてしまう、ルールが変えられてしまう、規制が全て撤廃されてしまう、これが TPP の最も恐ろしい部分だと思っています。それぞれの国にはそれぞれの国の歴史を背景としたいろんな決まり事があります。ルールがあります。仕組みがあります。こういうさまざまな固有の仕組みを一方的な価値観で、それはおかしい、それは直せ、規制を全部撤廃しろ、こういう要求が来るのが TPP の一番怖いところだと思います。一番最初に目をつけられたのが官保の保険でありました。郵政民営化、誰が言い出したのか、アメリカです。民営化をして郵政のその資金をなんとか外国人投資家も買えるようにというのが、まず郵政民営化の一番最初の動きでありました。そして民営化に目処がついたときに次に言われたのが官保の保険の自由競争化でありました。今TPP の事前協議の中で一番最初に一番具体的にその変更を迫られているのが、実はこの官保の保険であります。民間保険会社と対等な競争条件が確保されるまで官保の新しい商品は販売を認めるわけにはいかない、こういう決定をなんとアメリカから言われて、日本政府が一方的にそれもギブアップ、これはもうやりませんということを表明いたしました。自動車分野でもいろんな妥協をしています。そして食の安全基準、我々はやはり自分たちの食べるもの、できるだけ添加物のないもの、できるだけ自然に近いもの、こういうものをお買い求めになろうと皆さん日々
スーパーに行って、お店に行って買い物されていると思います。日本の食品安全基準は極めて厳しい。健康に配慮をして、そして命に配慮をして極めて厳しいものになっておりますけれども、アメリカは輸出大国でありますから、この食の安全基準が非常に緩い、甘いわけであります。この甘い基準を日本にも押し付けようという動きが今具体的に出てきております。もっと食品添加物を使えるように、もっともっと残留能力の基準を緩くしていこう、防腐剤を使えるように、遺伝子組み換え食品も特に問題なければ表示なしで販売できるように、こうなった時に誰が困るのか、私は農家ではないと思うんです。一般消費者の皆さん、生産手段の持たない、お店から物を買わざるを得ない一般消費者の皆様こそが、私はこの規制の緩和、基準の統一化、食品安全基準のを緩くすることによって本当に安全なのかどうかわからない食品を買わざるを得なくなってしまう消費者にとって一番の問題だと思います。医療も同じです。薬も同じです。承認基準を緩くしましょう。日本の基準は厳しすぎる。国民皆保険制度のような日本固有の制度はなくして、もっと民間保険が参入できるようにしましょう。こういう要求が次々と来ているのが TPP の本質であります。韓国では、先ほど来韓国の例がありましたけれども、このルールの統一化の中で、例えばソウル市で地産地消の条例を作っておりました。当たり前に多分この省内のいろんな自治体で学校給食には自分の地元でできた食材を優先的に供給しましょう、そういう動きがあると思います。我が小国町でも日によって地元の母ちゃん市場からの提供の地産地消のものだなんていうことで学校給食に丸がついていて、そんなことをやっております。この取り組み当たり前にやってると思うんです。これがアメリカと韓国の2国間の協定の中で、海外のものを不当に排除するから見直せという見直し要請がアメリカ側から来ております。韓国は IT 立国ですから、この IT 産業に関してもいろいろ取り組みを強化させています。そういう中で中小企業をやはりちゃんと育成しようということで、この IT 関係の物品調達、中小企業から優先にという、そういうルールを作っておりました。これも大企業、海外の企業を不当に差別するからダメだということで見直せという、そういう圧力がかかっております。さらに今今月からですね、本来は韓国ではいわゆる日本でいうエコカー減税のようなものが導入される予定でありました。燃費の悪い車には高い税金を、燃費のいい、まあ、エコカーのようなものには税金を還付するという、こういう当たり前の制度を国の判断の中で作ろうとしました。これが導入直前になってアメリカ側から横やりが入って、結局導入できずに1年半延期するという決定をいたしました。韓国の関係者に聞きましたら、延期とはいえおそらく永久に導入できないのではないかということでありました。まあ、おそらくアメリカの車は基本的に大型で燃費が悪く、その税制が導入されれば、やはりアメリカの車が韓国に参入するのにさらに壁ができてしまうと、こういう判断だと思いますけれども、これがこの TPP の実態であります。農業の問題ではないんです。農業以外の車の問題、保険の問題、漢方の問題、それから食の安全の問題、いろんなところで日本の仕組みそのものが変わってしまうということなんです。日本でありながらアメリカの価値観に塗り替えられていくという、アメリカの生き方を日本も真似しなければいけなくなるという、これが TPP の本質であります。なぜ日本国においてアメリカのルールに縛られなければいけないのか、なぜアメリカの生き方を真似しなければいけないのか。私は保守を名乗るのであれば、まさにこの日本らしさ、日本独自の生き方、日本独自の仕組みルール、そして農村風景、これを守ることこそが最大の保守の使命ではないかと思います。武力を持ってか強くなるか、計画的ではないわけなんです。私はここが安倍政権の最大の矛盾ではないかと思います。しかも当初から TPP に入りますということを言っていたんであれば、まだ
私も納得がいきます。しかし年末の選挙の時には断固反対、断固阻止、ぶれないということを掲げておきながら、たった3ヶ月で手のひらを返して TPP に推進、今や一目もう前もまっしぐらに参加に向けてひた走っているという状況であります。これを阻止していかないで何が保守なんでしょうか。私はやはりこの TPP の問題をさらに広く広く多くの皆様にご理解いただく中で、おかしいという声を国民レベルでしっかりと広げて、その声で何としても撤退を求めていくというこの運動の選挙を契機に広げていきたいと思っております。止めなければならないことはこの TPP だけではありません。やっぱり私は原発の再稼働というものもちょっと待ったかけていかなければいけないと思います。いまだに山形県には福島からの避難者が8000人を超えております。まだまだ福島事故は終わっておりません。汚染水もまだ垂れ流しになっております。汚染地域も広がりを見せております。こういう中でまたこれを繰り返す愚を繰り返すのか、このことが問われていると思います。さらに原発は事故が起きればあのような大惨事でありますけれども、事故が起きなくても必ず稼働すればするほどゴミが出てきます。放射性廃棄物、核のゴミが発生いたします。過去何十年分もの核のゴミがこれまで処分されずにずっと溜まり続けています。いまだに処分方法も処分場所もないままずっと溜まってるんです。ここで再稼働すればさらに行き場のないゴミが増えるだけです。保守というんであれば、この豊かなこの国土を、地域を汚染させないように次の世代に伝えておく、未来の世代に負の遺産を残さないということ、これもやっぱり私たちの責任ではないかと思います。そして憲法改正も私は暴走を止めなければいけないと思います。国家の最高法規である憲法、なぜ改正の手続きを簡単にしようという議論が出てくるのか。憲法の権威を著しく低める行為ではないかと思います。しかも今9条を改正して国防軍にして軍法会議を作って、戦争に行けと言われ行かない人に対しては軍法会議で死刑も宣告にできる。これは石破幹事長、昨日来られてみたいですけれども、石破幹事長があるテレビ番組ではっきりと自分の口で言っておりました。こんな世の中にして本当にいいんでしょうか。一番考えなければいけないのは実は若い世代の方々だと思います。自分たちが、そして子どもたちが本当にこういう世の中に生きることになっていいのかどうか。私は今の自公政権は昨年の年末で王大対象をいたしまして、圧倒的な数の力となんとなく未だに支持率が高い中でちょっとのぼせて暴走しているんではないかと思っています。やらないといった TPP に前のめりになり、そして原発再稼働、この憲法改正、消費増税も同じであります。この暴走を食い止めていかなければ、私は本当にこの守るべき地域社会が、守るべきこの地域の暮らしがこの段階で壊されてしまうのではないかという危機感が本当に強く強く今感じております。今中央から次々と大きな大きな圧力がかけられております。当初は自衛グループに圧力がかかったという話でありました。私が昨日ある町で町長さんにマイクを握っていただきました。そしたら相手候補のマイクを握るんだったらお前の次の政治生命はないと脅しをかけられたと言っておりました。これが今の与党の現実であります。こんなことで私は許すわけにはいかないと思うんです。逆に言えばそれだけの大変な思いを抱えながらも私を応援してくださっている方がこんだけたくさんいるということ、私はそのことに本当に敬意と感謝を申し上げながら、また責任の重さも感じております。しかしここで緩むわけにはいかないと思います。中央から何を言われようとも、地方のことは地域に住む私たちが一番よく知っているわけであります。総理であろうが
幹事長であろうが官房長官であろうが大臣であろうが、おかしいものはおかしいという声を出していくことが、私はここ山形県選挙区から選出される議員の大きな使命だと思います。3日間で私は間違いなく相手を捉えることができると思っています。先ほど近田さんからありましたけれども、もう肩に手がかかっています。あともう少し、もう少しで横に並び追い越すことができます。そして追い越すための大きな力は皆様のお一人お一人の力であります。私には大きな組織がありません。相手のような組織に乗っかっていればいいという選挙ではありません。だからこそ皆様の本当にお一人お一人のその一票の積み重ねがその結果を左右するんだと思っております。どうぞ皆様、残る3日間一人一人お一人お一人にその一票の積み重ねの大きな大きな力を、そして大きな風をこの山形県から台風の目のように起こしていただきまして、どうぞ皆様のためにこの山形県から国政の中にしっかりと山形県ここにありというその存在感を示していきたいと思っております。